します。うん。来ました。いよいよ。あと別で動くダブルゼータ。そうですね。ダブルゼータでかいですからね。でかい。うん、でかいですよね。そもそも何メーターぐらいあるんでしたっけ？身長的には25ですね。それってあのビームサーベル入れて、頭頂でも結構でかいですよね。もうなんかほとんどランドセルですね。そうですね。ランドセルがね、随分立派な。おっ、めてる？これは？ハイメガ？ハイメガですね。ハイメガかな？ハイメガじゃないかな？おすげー。何これ、かっこいい。かっこいいですか。めちゃくちゃため時間はあるんですけど、ため時間ありましたね。で、威力はかなりのものを投入しています。いや、ロマンですね。なんかだいぶ射程もありそうですね。そうですね。で、この移動しながら撃てるミサイルも結構使えますね、はい、ダッシュしながらも使えるんで。ミサイルランチャー21発出ちゃうわけですか。で、ちょっとこう絵的に見えづらいんですけど、主兵装のあのダブルビームライフルもかなりやっぱり威力あります。あと射程がサーベルの方が長くて結構味方巻き込みやすいんですけど。なるほど。多分あの10アッ、あ、違う、アッグ外の次ぐらいにサーベルの長さ、リーチが長いです。あ、これね、そうですね。投げられてる、投げられてます、投げられてます。あ、直サービスシーンですか。投げられて初めて全面が見えた。これであのサーベルすごい長いんです。長い、長い。それを見せるための、そのためです。すごい、そのための投げられ、さすが。ちなみに今出てるのちょっと青の舞台っぽいゲルグですね。なるほどね、なるほどね。青いゲルグ、もうダブルビームライフル。やっぱ図体がでかいから歩くスピード自体はだいぶ遅いんですよ。図体がでかいので歩くスピード自体は遅いんですけど、スラスターの移動は結構速いです。おお、かすかに聞こえてくる。確かに、かすかに。もうちょい声張りますわ。あると思いますんでね。ちなみに G フォートレスはあまり戦闘用には必要ないということで、今回はあの、なるほど、もう背面がキャノンに全力投球、全力投球ってことは変形はしない。そうですね。あ、そうか、残念です。あの、実際劇中でも、うん、ほぼしてないんです。そうですね、そうですね、確かに。行って行ってくっついてポーズしてぐらいですもんね。なんかオープニングとかのイメージがね、はいはいはい、あるから。あ、全面見えた、全面見えた。やられないと全面見えない。全面見えないぐらいの。もう一つ一応全面見る方法あります、ね。あ、本当？ちょっと見せますよ。見たい見たい。下こう振ってかっこいい。隠してカメラ回せば回せた。おお、なんだ、ちょっとだけ見せよ。知らん見せ。もうちょっと見せてよ。もうちょっと見せてよ。ちなみにここ今、そうですね、マサイの赤いゲルググです。あ、そういうテーマなのね。そうですね。なんであとロンメルとか、ダブルゼータの、あの砂漠でのジオン残党軍の形をちょっとイメージした敵になってますね。しかし本当重量感あるね、これ。こちらの実際のカメラがちょっと引いてるんで、より遅く見えるっていうのはあると思うんですね。あ、ちょっと小さい機体ほどカメラが寄るから、うん、あ、わちょっと、まあ、最後はデザートロンメルを仕留めて、お、構えて、顔見えるかな、構えて、見えるか、顔が見え、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 逆光だけど、逆光か、こう、下なめ、おお、ニューレコード、すごい、3分切りました。スーツは自分で好きなのを選んで挑戦できるところですので、まあ。でもダブルゼータとかそういうのを選ぶと、まあその原作的なニュアンスに近い形でごっこ遊びもできるかなっていう。で、今サポート機ね、ズゴックとゴックでしょ。ゴックでしたよね。まあタイガーバーム感、なるほどね、なるほど、グイグイと押していこうかなと。なるほど、はい。で、ここで確か出るアッグガイとかは、ちゃんとあのダブルゼータの時のタイガーバームにいたアッグガイ特色を変えてたりとか、またどうでもいいようなことをちょっとずつ頑張ってやってます。どうでもよくはない。はい、それ、はい、ちなみに了解って言ってますけど、すまないですかね、正しくは。え？え？ということは何？あの、ちょっと何、チャットのショートカットが違うから。そういうネガティブ情報いらないから。謝りたかった、謝りたかった、 AI に謝りたかったって。そうです。あ、でも今のリーチでね、やっぱサーベル当たるんで、うん、ハイパービームサーベルはやっぱり結構脅威、うん、このまたミサイルもすごいパワーじゃない。そうですね、へえー、
ぱい出るな。蓄積よろきの値も高いので結構よろけ取れますね、このミサイルだけで。ね、ちょっと周りにいる機体の内容を見るだに、うん、この機体で出たらちょっと反則だなっていう感じに、うん、なりますよね。おおおお、珍しいね。主張してきましたね。いた。腕に覚えのある水泳部ファンの方々はね、水泳部機体で挑戦してほしい。はい、あ、トランプ機体とかやっぱ色が違いますね。ちょっと色をもう少し。いや、ちなみにダブルゼータは汎用機ってことでいいんですか。そうです。汎用機になります。はい。行っていく。てか何気にダブルゼータが歩いてるところって初めて見たかもしれない。ああ、そうですね。歩くってなかなかないですもんね。だいたい飛んでるか。飛んでるか。そうですね。あのメガライダーとかね。うん。水の中か。しかしもうなんかガンダムのゲームと思えない予想ですねこれ。アック外から何から、まあ、水泳ってゼータガンダム、ダブルゼータガンダムも結構デザイン的には特異なやつが多いんで、まあそういうのだけを集めて遊んでみたりしても結構面白いですよ。なるほどね。そして見事クリアしました。これが一人用モードで練習しながら遊べますので、はい、